こんにちは。当店猫たちを抱っこすることをご遠慮いただいておりまして、撫でたり遊んでいただくことができます。料金がお時間制で、ご入店からお一人様1時間1000円で、延長15分150円となっておりまして、すべて後払い制でお願いしております。お店に入られましたら、お荷物などバッグは奥のロッカーにお預けいただいて、お写真を撮影される際はフラッシュをたかないようにご設定お願いします。ドリンクなどおやつご注文の際は、中に階段ございますので降りていただいて、下のフロアのスタッフにお申し付けくださいませ。寝ている子を無理やり起こしたり押さえつけたり、猫たちの抱っこはなさらないようご協力をお願いいたします。もともと日本はペットを飼えない家がすごく多いので、でも猫が好きな方がよく集まってこちらで癒されていますね。当店のシステムは、猫たちとまず遊ぶことが前提なので、猫と一緒に触れ合ってご飯をあげたり、あとは猫じゃらしで遊んだりすることができます。とドリンクは飲みたい人は別に注文したり、あとはご飯を食べたりすることもできますね。こちらは猫のプロフィールの書いてあるものですね。ここから最年長の子がずっと出ていて、どんどんめくっていくと全部で53匹います。53匹分のプロフィールが載っていますね。で、今一番若い子がこちらのボンタ君です。ハヤテ君と言います。この種類はサイベリアンといって、シベリアの猫ですね。なので、寒さに耐えれるようにすごく毛が多いです。あとは脂肪もつきやすい子なので、ここで2番目に重たい子ですね。まだ2歳なんです。この子はエジプトの猫です。この子はエジプシャンマウという種類で、名前はエノキちゃんと言います。この子女の子なんですが、ちょっとお腹のあたりに脂肪が溜まっているので、メタボリック症候群の女の子ですね。今ダイエット中です。この子は一番美人と言われているラムちゃんという女の子ですね。種類はラガマフィンと言います。アメリカの猫なんですが、すごく毛が柔らかくて気持ちのいい子になっていますね。甘えるのが上手なので、よくお客さんから可愛がってもらっていますね。This is actually my first time, but she's been here several times before. She's been here 10 or more times, she says. So, yeah. But, yeah, she took me along for the first time. I'm enjoying it a lot. I miss my cats back in the States, so. I just moved to Tokyo. I've lived in Japan for a while, but I just moved to Tokyo, and the place I have...You can get a pet, but it costs extra, so I'm not able to get one right now. Really? So you have to pay extra in Europe? You have to add a month's deposit on top of what you've already paid, and then it's an extra couple thousand yen per month. お客様と猫とのですか。猫がたまに粗相をしてしまうことがあるのですが、その時はこちらで迅速にクリーニングをして、でお客様に最後お帰りの際にはクリーニング代をお渡ししていますね。どうしても癖でしてしまう子がいるので、なるべく見てはいるんですが、
たまにそういったトラブルがありますね。呼ぶとこうやって寄ってきてくれるとこもいますね。あとこの子はあの人他の猫をかまっていると寄ってきてくれるので寂しがりな子ですね。お尻を叩くと喜ぶ子が多いのでこうやってマッサージがて叩いてあげます。紙袋が好きなんですが、中に猫がいるんですが、